どうもこんにちは。毎年ですね、こういった動画を出すようにしてるんですが、今回はですね、焚き火をする上での注意喚起の動画です。今やキャンプに行って焚き火をするっていうのはですね、完全にセットの文化になりましたよね。いろんな焚き火台が出ていて、動画や雑誌などを見ていてもですね、焚き火に関していろいろな情報が取り上げられているので、焚き火の極意だったりとか、火起こしの仕方、こういったことをね、調べたりする人も多いと思います。で、僕的にはですね、そういったものを覚えたり紹介したりする前にですね、常識を広めたり勉強する方が先じゃないのという思いがあります。なので今回はですね、焚き火をするときに気をつけること、焚き火の危険性、用意しておくべきもの、片付け方、こういったことをですね、今一度勉強したり、振り返る機会になればいいなと思ってこの動画を今作っています。ということで、1、焚き火をするときにどんなものを用意しておくべきなのか、2、どんな危険があってどんなことに気をつければいいのか、3、どうやって片付けるべきなのか、この3つのブロックに分けて動画をお送りします。で、ついでにですね、もしこの動画を見ている方の中で YouTube などで配信している方がいればですね、去年作った焚き火での注意動画っていうのがありまして、それをですね、無料で素材として配布しているので、ご自由にお使いいただければなと思います。その動画に関してはですね、概要欄にダウンロード先を記載しておきます。焚き火をするとき、どんなものを用意しておくべきなのか。キャンプ場ではですね、基本的に焚き火台を使わないと焚き火ができないというところがほとんどです。焚き火台の下に焚き火シートを敷くのは今では常識の一つとなりましたが、あまりにですね、火床、火を燃やす部分ですね、これが地面に近いと、芝生のキャンプ場だと芝生を焦がしてしまうというトラブルになりかねません。火床の低い焚き火台っていうのは、おそらくですね、直火感覚でできるのも人気の理由なのかなというふうに思うんですが、火床の低い焚き火台をですね、芝生の上で使う場合は、芝生を焦がさないようにですね、レンガなどを組んだ上で焚き火をするというようなね、配慮が必要なんじゃないかなと思ってます。おそらくですね、そういったものを使って芝生を焦がしてしまったというのをですね、今年も何度か見かけました。火床を高くしたらですね、火床が低い意味がないんじゃないかという方もいると思うんで、そういう方はですね、芝生のキャンプ場を選ばないとか、場所に応じた各々の対応が必要なんじゃないでしょうか。またですね、焚き火っていうのは置き火になってから火が消えるまで結構時間がかかります。鎮火するまで待つのはですね、今の時期って寒くて辛いので、引き筒を用意しておくのもいいと思います。早く鎮火してくれますし、片付けにもなって一石二鳥です。炭を起こすときに使う火起こし火消し壺っていうのは、焚き火をするときにもですね、持っておくと便利です。それとですね、意外と持ってない人が多そうなのが、消火スプレーのような消火器具。何かあったときにもですね、慌てずに火を消すことができますし、自分だけではなくてですね、他の人を守れることにつながるかもしれません。焚き火シート、火消し壺、消火スプレー、あなたは持ってますか？どんな危険があってどんなことに気をつければいいのか。一番注意してほしいのがですね、火事です。毎年のようにツイッターなんかで火事になった画像などを見かけたりするんですが、焚き火が周りに燃え広がったり、風で意図しない方向に火が飛んでしまって火事になるっていうパターンがあるんじゃないかなと思います。これも常識の一つなんですが、まず第一にですね、風が強い時は焚き火をするべきではありません。焚き火をやりたい気持ちがあってもですね、事故を起こさないために、そういう時は諦めるのが大切です。自然の力っていうのはですね、人間の力ではコントロールできないですからね。焚き火の周りに燃えやすいものがないかを確認する。誰かが火の番を必ずして目を離さないようにする。風が強い時は焚き火をしない。火事を起こさないように、こういったことに気をつけて焚き火を楽しんでくださいね。焚き火をしていて一番多い怪我は火傷じゃないでしょうか。怪我に関してはですね、気をつけてくださいとしか言いようがないんですが、火ばさみを使ったり革手袋を使ったりするなどしてですね、なるべく怪我のないように注意してください。あとですね、薪のささくれが手に刺さるというのも結構あることじゃないかなと思います。そういったこともあるんでですね、手袋はした方がいいですよね。どうやって片付けるべきなのか。焚き火をしたままで放置して帰る、いわゆる焚き逃げ。直火をして逃げるというだけじゃなくてですね、燃え残りなどをその場に捨てていくっていうですね、残念な人も少ないですがいます。焚き火をした後の片付け方がわからないっていう場合はですね、とりあえずキャンプ場の受付に聞いてみてください。キャンプ場ではですね、灰捨て場があるはずなので、燃え残りや灰を捨てる場所を必ず教えてくれます。で、もしですね、灰捨て場がないという場合はですね、もうゴミとして持って帰りましょう。先ほど紹介したようなですね、火消し壺で夜のうちに鎮火させておけば、帰りには冷めているので、そのまま持って帰るか、ゴミ袋に入れて持って帰るだけです。焚き火で出たゴミに限らずですね、出たゴミはキャンプ場指定の場所に捨てる、もしくは持ち帰ると、
それだけのことなので、これは必ず守りましょう。まあ、これが守れないんであればですね、キャンプ場を使う資格はないと思います。ということで、今回は焚き火をする上で気をつけること、焚き火の危険性、用意しておくべきもの、片付け方というですね、今更聞けないようなことをお送りしました。まあ、こういうとですね、難しい話に思われるかもしれないんですが、全然難しい話じゃなくて、まあ、要は気をつけてやろうねっていう話なので、今年の冬もですね、いろんなことに気をつけながら焚き火を楽しみましょう。それでは